般人のイメージで言うと精神療法といったらカウンセリングっていうやつになると思いますね。でもカウンセリングっていうのは精神療法じゃありません。はっきり言ってもう何やったってカウンセリング無駄。私もそれ患者全員言ってます。はい、今一切意味がないということを言ってるんですけど、この領域はそれの逆バージョンっていうか、そういう考え方でやってる病院は日本には一つもありません。もちろん世界にもない。それ世界一オカルト病院で世界一嫌われ者病院、それがうちだから、まあ、その特殊性を生かして、まあ、治療をしているとプラス薬害とか遺伝病という観点は医者も歯医者も治療科もカウンセラーもその他もみんな誰も持ってない、はい、それをベースにしながら見るっていう、そういう医者なので、まあ、僕はねその根本療法とか根本治療っていう原因療法でもいいんですけどっていうことを病院では非常に強く言ってます。でその逆がご存知対症療法ってやつですね。で対症療法っていうのは非常にこうなんていうかな問題がある、はい、考え方でそればっかりまあみんなやっているという、まあ、そういう現実があるわけなんですけど、ただ対症療法は無意味だとは言いません。対症療法って何かって分かることが、はい、まあ、大事なわけですね。ただうちの病院に来た時に、その辺を考えながら原因は何かなって考えるのが大事とかね、その辺は本とかなんか読んでイメージしてくるわけですよ。悪いわけではありません。悪いわけではないんですけれども、そういう人も一回お帰りいただくぐらい、はい、突き放し系のクリニックですね、はい、でそれでね、じゃあ何を考えるのかっていう時にもっと手前から考えるっていうことを意識してもらいます。はい、もう本当説法じゃないけど、はい、でそういうことをよくやります。はい、例えばね、病気ってそもそも何であるかっていう、そういうことを患者に聞きますが、まず答えられません。大体何で生きてんのっていうふうに聞きますが、まず答えられない。何で治す必要あるんですか。何で治す必要